日本の道路では、日本における道路について述べる。日本の道路では、市道を除いて公共の映像物として、地域住民と合意形成を得ながら、主に国や地方公共団体などが直接管理している。そのため、一定水準の管理の下で道路を維持しつつ、広く提供される必要があり、そのための法律が定められている。日本の道路の多くは、 道路法に基づいて管理されているが、その他にも、農道や林道などでは別の法律に基づいている。各関係法律別に、対応する道路をまとめると、可表のようになる。道路交通法や、道路運送車両法による、道路上の規定は、一般の交通のように供されるすべての道路について、適用される。日本の道路網では、都市や拠点を結ぶ。 ネットワーク機能を有しており、都市間の道路では通行機能、都市内ではアクセス機能や滞流機能が求められている。また、山地部の道路では勾配やカーブの半径を厳しく取る必要がある。道路計画設計の基本においては、これら機能や地域特性に応じて代表的な指標を設けて、道路にいくつかの区分を設けている。具体的には、ネットワーク機能は、 道路の種類で表現し、交通機能を計画交通量で表現し、地域特性を都市部、地方部、平地部、山地部で表現している。また、都道府県道と政令指定都市の指導には、主要地方道に指定されている道路がある。道路構造例に基づいて、道路の規模により、第一種から第四種に分類され、それぞれはさらに、計画交通量によって、 1> 第1級から第5級に分類される。種の区分では、道路の種類として、高速自動車国道や、自動車専用道路と、一般道路の別、都市部、地方部の別で区分している。旧区分は、道路の種類、平地部、山地部の別、計画交通量で区分している。道路の建設を計画する際には、区間ごとに、どれに分類するかを決定し、 それに基づいて設計が行われる。また、通行することのできる交通の種別による分類として、自動車専用道路、自転車専用道路、歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路という道路法の専用道路と道路の一部分を区画して、自動車の通行を制限している道路構造例上の歩道、自転車道、自転車歩行者道がある。 自動車専用道路自動車だけが走れるような構造になっている道路で以下の条件を満たし道路管理者が法規に基づき指定を行ったものを自動車専用道路という歩行者や自転車などの通行は禁止される自動車だけの通行に限られること出入りはインターチェンジに限られること往復車線が中央分離帯によって分離されていること他の道路 鉄道等との交差方式は立体交差であること。自動車の高速通行に適した線形になっていること。これらの道路には高速自動車国道、都市高速道路及び上記の条件を満たす一般有料道路、自動車専用道路が該当する。なお、これらの法規の適用を受けない例外的存在として、市道であるべ、峰高速道路がある。高速道路のうち、 高速自動車国道及び一般国道の自動車専用区間の一部は主に東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社が建設、管理を行う。また、都市高速道路とは大都市圏及びその周辺地域で一つの ネットワークとして機能する自動車専用道路を指し、その事業主体は、下記の都市高速道路会社や地方公社が中心となっている。首都圏、阪神圏の都市高速道路である、首都高速道路、阪神高速道路は、都府県道、または市道であるが、国、地方自治体の設立、出資による特殊会社がそれぞれ建設、管理を行う。また国の認可を経て、 地方自治体が設立、出資する校舎による都市高速道路を指定都市高速道路と言い,い、名古屋、福岡、北九州、広島の3都市圏に整備されている。なお、高速道路株式会社法において、高速道路とは次のように定義されている。一般道路上機の自動車専用道以外の道路を通常一般道と呼んで区別している。 古代の人々が農耕を初めて定住した場所には、集落間での交易が始まって往来が頻繁になり、多くの人が歩いた結果、自然発生的に踏み分けられた原始的な道ができた。それ以外の場所では、獣道が次第に踏み固められ、川沿いやお根伝い、低い峠などに、主要な道路が形成されていった、とされていたが、2000年に、 国の特別史跡に指定された山内丸山遺跡に幅12メートルの舗装された道路が発見され、すでに縄文時代には人の手によって道路が作られていたことから、それまでの通説が覆っている。日本初期の人武統制の下りで、河内国から大和国に兵を進めた様子を書いた記述、公私兵を直えて不より立つ谷に赴く。思考してその道険しくして、人並み行くを得ず。 が、日本の書物の中での道路についての最も古い記述であるとされている。当時の道路が人が2列で行進することができないほど狭いものであったことがわかる。日本における人工的な道路整備では諸説あるが、紀元前548年頃の水税天皇時代に山陽道が開かれたのが最も古いと言われている。日本国外では紀元前3000年頃に エジプトでピラミッド建設のための道路が整備されていた記録があることから日本の道路整備は海外に比べて時代的に大きな遅れをとって始められていた。7世紀当初、アスカ地方に大和政権が誕生し、奈良盆地東園を通る山辺の道や聖徳大使が通ったとされる大使道、南北に通るエ津、道、中津道、下津道、これに直行する。 横大道、竹内街道などが作られた。日本初期の水戸天皇を21年11月の記事には、南波より京に至る大道を置くとあって、当時の京は飛鳥であり、竹内街道は、現在の奈良県桂木市大阪府堺市を結ぶもので、今の国道166号のルートに、ほぼ相当するものである。律令制が制定されて、広域地方行政区画として5期7。 道が定められると、日本で最初の計画的な道路網の整備が始められるようになり、646年、高徳天皇の改新の章により、地方に国司、軍事を置き、中央と地方の官庁とを結ぶ駅路が整備されることになった。中央政府を中心に、王子、中寺、工事の制度が定められ、これが日本における道路制度の始まりと言われている。 駅路の全長は 6,500km にも及び、30里ごとに駅が設けられて輸送機関として駅府、駅場が置かれた。駅路は大和町廷の都を中心に放射状に作られ、特に山陽道、東海道、東山道、山陰道、北陸道、西海道、南海道の7路線を、七道駅路、機内七道として重点的に整備した。 これら七道の故障は、道路を指すだけでなく、その道路によって結ばれる国の地域的、集合区分としても用いられた。このうち、都と太財布とを結び最重要視されていた山陽道と西海道の一部が、王子、東国へ向かう東海道、東山道を中寺、その他を工事と呼んだ。これらの道路の特徴は、小さな谷は埋め。 峠付近は切り通しにするなどして、できるだけ直線的に平坦になるように作られていたため、集落からは遠く離れたところを通っていた。この直線的な道路の傾向は、ローマ帝国におけるローマ街道でも見られる。奈良時代には、行基の指導により、平城系と各地を結ぶ奈良街道などが整備された。他、神社や寺院が各地で建立されたため、高の街道、 熊野古道などの信仰の道が生まれた。藤原氏が治めた平安時代から鎌倉時代にかけては大きな道路整備は行われなかった。源の頼朝が鎌倉に幕府を開くと山陽道に代わって都が置かれている京都と鎌倉を結ぶ東海道が重要視されるようになった。この時代には頼朝が支配権を拡大していくために道路整備を積極的に行っており、 特に東国の関東武士が鎌倉へ集結するための関東各地と鎌倉とを結ぶ鎌倉街道が切り開かれた。室町時代は道路や交通に対する目立つような施策はほとんど見られず、数多く赤書を設けて通行人から通行税を取る政策しか行われなかった。戦国時代には各戦国大名にとって物資の往来、敵からの防御が 死活問題であったため、領内の道路整備や峠の改削が行われた。特に、武田信玄は、棒道と呼ばれる軍事的な輸送目的の道路を積極に整備している。両国の境には石書が設けられて、通行税の徴収が行われるようになっていったが、そんな中、小田信長は、全国統一を目指して、道路整備の方針を制度化し、この思想が、 江戸幕府に引き継がれることになる。信長は、1574年に道奉行の役職を置き、道路の大規模な改修を実施しており、主要道路の福音を3件半、その他は3件として、2160件を一理と制定している。織田信長、豊臣秀吉は、天下統一のための支配権拡大を行っていくに、当たり交通路を重要視しており、道路改修や、 橋梁整備ををず行い国の境にあったた廃止した江戸時代に入り、幕府は一般旅行者や諸国大名の参勤交代のため、全国的な道路整備を行った。その中心となるのが、幕府直轄の五街道である。五街道は四大将軍、徳川家那の時代に定められたもので、江戸の日本橋を起点とする東海道、中仙道、広州街道、 欧州街道、日光街道の5つの街道のことである。五街道につながる街道のうち主要なものを、脇王館、または脇街道という。五街道とその脇街道で、本州中央部のかなりの地域を網羅していた。五街道沿いには原則として、天領、審判、不代大,大名が配置された。また、交通上重要な箇所には、石書や板書を置いた。 五街道は1601年に徳川家康が全国支配のため順次整備が始められ、1604年に日本橋が五街道の起点と定められた。1659年以降になると五街道と脇街道は幕府の道中奉行の管轄とされた。それ以外の街道は環状奉行が管理をしていたが、道中奉行のような直接管理ではなく、沿道の藩に、 実際の管理を行わせた。これは、五街道、脇街道以外の街道が、戸山大名の大半の領地であることにも関係がある。軍事、警察上の必要から、街道の要所には石書を配置して検問が行われた、ほか、一里ごとに一律家が設けられ、一定間隔ごとに開設した宿場には本陣脇本陣旗子などが立ち並んだ。江戸時代の道には、 古代の駅路などに比べて一般民衆の通行も多くなったが、旅人は道路を見てその藩の状況を判断するからということで各藩は道路の整備に気を配っていた。また当時は馬やカゴは使われていたもののまだ馬車はなく交通の大半が徒歩であったことから道路の痛みは馬車交通で破壊された欧州諸国の道路のようにひどくなかった。 日本を訪れていた西欧人の旅行機などにはこの当時の日本の道路の印象について書かれておりヨーロッパの道路と違い整備状態が実によく行き届いていたことを示す評価がなされている平戸や長崎にはオランダ人の手によって石畳による日本初の舗装道路が作られた徳川第15代将軍義信による大政奉還後明治新政府によって 近代的な道路整備が始まり、道路行政に関する諸制度が次第に整備されるようになった。1869年、全国書道の関書が廃止されて制度面での交通障害が除かれた。また、それまで車両の使用に課されていた制約が除かれ、この結果、従前の加護に代わって、1870年に泉洋介が考案した人力車が軽便な、 交通機関として急速に普及した。さらに都市では上流層が馬車を用いるようになり、1869年には東京横浜間に日本で初めての乗り合い馬車が開業した。その後、東京高崎間や東京宇都宮間など相次いで主要都市間の乗り合い馬車が開業されるようになった。 日本にも馬車が輸入されて導入されるようになると、それまで徒歩に耐えられる程度に砂利を色差で固めてあった。当時の日本の道路は馬車の通行によってすぐに遺んでたちまち悪路とかし、あまりの凸凹道に馬車が横転する事故も発生していた。明治政府が最初に言った道路方策は1871年の大乗館布告で発した有料道路制で道路、 橋梁などの築造や運営を民間人が実施し財源として料金を徴収することを認めた。この制度をもとに1875年に東海道に並行する小田原箱根湯本間に日本初の有料道路が開通する。1872年には大乗間布告が制定されて街路樹が植えられ、車道に砂利、歩道はレンガ、 敷石で舗装された近代的な道路が東京市にできた。さらに1876年の大城間布告第65号により、道路を国道、県道、離道の3種類に分け、さらに1等、2等、3等の等級に格付けする道路の法律制定されて、1898年内務省、国時代6号に、江戸時代以来の主要な街道は、 日本橋を起点とする国道に指定されて1号から44号まで番号が付けられた。1886年内務省訓令により、道路の施行方法について基準が定められ、割石道路が標準道路となった。この道路工法は、路上と路面は中央が少し高くなるように歪曲を持たせて、路上の上に4から5センチメートル台の採石を、 厚さ1 2 5センチメートルに敷き、その上の表層面に再採石及び接合材を厚さ7 5センチメートルで敷き固めたものである。1872年に新橋横浜間に日本で最初の鉄道が開業して以来、明治政府も長距離の交通手段としては安全性が高く、より速度や輸送力に優れていた鉄道の建設を優先し、また沿岸部では 内向航路が輸送に占める比重も大きかった。明治新政府の中には、鉄道整備を優先すべきと強力に主張する者がいたこともあって、道路の中では限られた幹線が、馬車交通をかろうじて可能とする程度に整備されたに、過ぎず、鉄道路線の延伸に伴い馬車は、幹線道路から影を潜めるようになり、やがて鉄道が、陸上交通の主役の座についた。それでも、 鉄道建設が明治時代中期以降まで遅れた地域では振動対策が大規模に行われた例も見られた。よく知られるのは明治10年代に三島道常が相次いで県令を務めた山形、福島での道路整備である。三島は県民に労働力と費用教室を強制し文字通りの力技で道路建設を急速に推進した。 その市駅ぶりは関係による強圧を伴うもので、過裂を極め、三島は鬼県霊として恐れられた。福島、山形両県を結ぶ 50km の新道、万世王子は、同時に本最長のトンネルである、立子山水道を含む馬車通行可能な道路で、三島の建設した道路の中でも、最も有名な例と言える。日本に初めて自動車が導入されたのは、 1903年のことである。当時の日本の道路は全くの未舗装で、東京の都心部も舗装されていなかった。このため、雨が降れば、たちまち道路は泥沼とかし、車のタイヤが泥にのめり込むのは当たり前で、凸凹道に溜まった水たまりを通り抜ける車が跳ねた、泥水は通行人に浴びせられることも日常茶飯事であった。 初めてのアスファルト舗装が行われたのは明治の終わり頃だと言われており、まだこの当時の舗装技術は未熟だったため簡易舗装的なものだったと考えられている。その後、大正期にかけて自動車の輸入が増大していき、道路の重要性も増してきたことから市街地の道路整備も本格的に行われるようになっていった。1919年に道路法が 初めて制定され、道路は国道、府県道、軍道、市道、町村道の5種に分類され、国道も再編成が行われた。なお、軍道は1923年4月1日に、軍政が廃止されたことにより、府県道及び市町村道に昇格及び降格となった。軍港や基地に達する国道路線が多く置かれ、軍事国道と呼ばれる国道も設置された。 国道に関しては、建設費及び改修費は国が負担し、その他の道路は地方公共団体が負担することになっていた。1920年、日本初の道路整備長期計画である第一次道路改良計画が策定される。しかし、その3年後に関東大震災が発生し、帝都復興が優先された結果、地方道路の整備はさらに遅れてしまった。 日本初となる本格的な舗装道路、つまり現在でいう本舗装が誕生したのは、1926年に完成した東京、品川横浜市間の約1 7トルと、兵庫県山ヶ崎市神戸市間の約2 2トルの道路であった。この時代には、ドイツのアウトバーンを参考に、産業、軍事用の高速道路計画と主要道路の改良策も検討されたが、 1937年の日中戦争突入に始まり、1941年の太平洋戦争勃発という事態になると、戦争が最優先されて、道路整備は実現不能なものとなっていた。敗戦国となった日本は、戦争末期の空襲で甚大な被害を受けて、戦時中は保守管理が行き届かなかった道路も相当に荒廃していた。 舗装は元より路盤を作る採石がほとんどない路面は自動車の重量を支えられずにわだちはのめり込み道路幅員もすれ違いができないほど狭く車両によっては沿道の家屋と接触するほどであったまたトラック走行によって舞い上がる砂塵は日常生活や周囲の農作物に対して被害を及ぼした破損した道路の復旧維持修繕を促すために 連合国軍最高司令官総司令部のマッカーサー司令官は1948年に日本の道路及び街路網の維持修繕5か年計画の策定を要請し1952年に改正道路法が制定された自動車の普及とともにその重要性が認識され始め1954年に第一次道路整備5か年計画が発足し政府も 道路整備に本腰を入れ始めるようになった。自動車保有台数も100万台を突破していたため、政府は国内初の高速道路である、名神高速道路の実現可能性を探るべく、世界銀行が派遣したアメリカのラルフ・ジェイ・ワーキンスを長とする調査団に調査依頼したところ、1956年に、 提出されたワットキンスレポートで日本の道路事情の悪さを通列に指摘されるほど道路整備を行うための財源不足が外国人によって認識させられこれが戦後日本の道路整備を推進するきっかけとなったと言われているその後田中角栄らが道路整備を行うための特定財源制度を議員立法で制定させてその財源をもとに急速に 道路整備が行われたことにより、ワトキンスが来日した当時は、日本政府の道路整備支出予算は、国民総生産の0.7%に過ぎなかったものが、10年足らずの間に大幅に拡大されて2%を突破し、その後も2%台を維持した。1960年頃まで、日本の道路のほとんどは、非舗装といって良い状況であった。 1960年代半ばまで一般国道の改良率や舗装率を伸ばすことが最重要課題で道路整備5カ年計画の計画的、重点的実施により道路水準は著しく向上し高度経済成長期を支える基本インフラ整備に貢献した。その後は政府の経済計画である全国総合開発計画との連動で時代による 道路整備の方向性も変化していき、幹線道路の混雑の解消とともに高速道路の全国的整備へとシフトしていった。1964年東京オリンピックを一つの契機として高速道路や都市高速道路などが整備されていき、その前年の1963年には日本初の高速道路である名神高速道路が誕生した。当初、 高速道路は6つの法律に基づき個別路線ごとに計画されたが全国的構想に基づくものではなかったため1966年に国土開発幹線自動車道建設法が制定され延長 7600km の全国高速道路網計画が策定された。また1960年代後半から始まったモータリゼーションは 日本の道路の細化が急速に進んだ時期でもあったが、自動車の台数は急増していき、交通事故死者が激増して、社会問題となり、昭和40年代は交通戦争という言葉まで生まれた。交通公害も社会問題となり、多様化する社会ニーズへの対応など、道路整備延長を増やすだけでは解決できない問題に対し、本格的に自動車や 道路の対策が行われることになる。1980年代に入ると人口が東京、首都圏だけに集中し始める現象が起こるようになり、政府はこれに対処すべく1987年に第4次全国総合開発計画を策定し、多極分散型国土の構築を交通ネットワークの構築によって実現することが提唱され7 6 0 0トルに変わる。 新たな高速道路網計画として延長 14000km の高規格幹線道路網が主要プロジェクトとして位置づけられた。この計画では目標サービスの改善としてインターチェンジまで1時間以内に見直され災害に対するリダンダンシーなどの視点が加えられた。バブル景気の時代に入ると道路の開発ラッシュで整備がさらに進んだ。 高速道路など高規格幹線道路のネットワークは全国を網羅し、それを補助する地域高規格道路も整備が行われた。道路において一定の量的ストックは形成されたため、2000年代に入り、道路整備予算は縮小されつつあるが、過去の道路建設に伴う負債が多くの自治体で問題となっている。また、交通事故による死者数は、 ピーク時1万5000人を超えていたが、2007年には、高度な医療体制の確立や、エアバッグや、衝突安全ボディなど自動車の安全装置の充実、自動車台数の減少などによって5000人以下となった。日本の道路交通規則では、自動車、自転車などの車両が左側通行、歩行者が右側通行である。1890年6月の初制度化から、 改正された1949年頃までは、人も、馬、車も、道路の左側通行であった。これについての理由は、明治以前の武士の時代に刀を左に刺した侍が、すれ違う時に、刀の鞘が触れないようにするためとも、すれ違いざまの攻撃の時に対応が遅れないためともいう説がある。また、騎士者が左側を通行する習慣があったため、 交通規則を定める際に人も車も左側通行したという説もある。明治に入り、新政府はイギリスに反を取り左側通行を正式に採用している。戦後、自動車が増えるに従い通行者が後ろから来る車に気づきにくく危険であるという理由から GHQ がアメリカ合衆国と同じく車が右側通行。 歩行者が左側通行の対面交通とするよう指導したが、日本の道路設備を右側通行にするには、多額の費用と時間が必要ということが判明したため、車の左側通行は維持し、歩行者のみ右側通行とすることとなった。アメリカ合衆国の施政下にあった沖縄県では、1978年7月30日まで、車が右側通行だった。現在、 世界的には歩行者が左側、車両が右側を通行する国が多数派であるが日本と同様に歩行者が右側、車両が左側を通行する国にはイギリスなどがある。道路情報提供装置の一種である一般道路に設置されている道路情報版の例。日本の道路では交通の円滑を図り安全かつ安心に利用できるように道路標識、 路面表示、非常電話、道路情報提供装置、車両監視装置、車両所限計測装施設、料金所、信号機の8種類の交通管理施設が設置されている。道路標識は道路で見かける丸型や三角形、四角形などの標識である。それぞれ役割があり、案内、警戒、規制、指示の各種類ごとに設置者が決められている。 各種の道路標識は、一箇所にいくつもの標識が設置されることがないように配慮がなされていて、交通の妨げとならないように、道路利用者にとってわかりやすい位置に設置されている。路面表示は、道路の舗装面にある、横断歩道や停止線、センターラインなどのマーキングのことである。マーキングの色は、道路標識、区画線および道路表示に関する命令により黄色や白色、 青色表示などが定められていて、またその種類によって設置者が規定されている。非常電話は、高速自動車国道などの自動車専用道路に設置されていて、NEXCO など道路管理者の担当センターに直接つながり、自動車の事故や故障など非常時の通報や援助を求める際に使用するものである。道路情報提供装置は、その道路の渋滞や雨、霧、 積雪、路面凍結などの気象情報、土砂崩れなどによる交通状況を把握して、道路上に設置された道路情報版などにより利用者へ情報提供する装置である。車両監視装置は、主要道路の要所要所に遠隔操作できる監視カメラを設置して、交通事故や車両火災などの道路の状態を監視する装置である。交通量や、 走行速度を感知する車両感知機も車両監視装置に含まれる。車両所限計測装置は道路構造の保全や通行車両の安全を守るために幹線道路沿いや料金所に設置されている施設で日本の小型道路以外の道路設計基準である総重量25トンを超える重量の車両を検出し取り締まるために設置されている。料金所は 高速道路や有料道路の出入り口に設けられる通行料金を周知するための施設である。近年では ETC の普及により窓口の無人化が進んでいる。信号機は交差点でよく見かける道路交通の信号装置で車両用と歩行者用があり、交差点の安全を確保する上で最も有効な設備である。信号の発光面は意外と大きく。 車両用は直径25から3 0トル、歩行者用は一辺あたり2 5トルある。また、表示色の赤、黄、青の3色のうち、止まりを意味する赤が最も視認性の良い位置になるように配置されている。信号制御方法は、対別すると、地点制御、線制御、面制御の3つに分類でき、地点制御は隣接交差点に連動しない、 当該交差点を単独で制御する方式。線制御は幹線道路において隣接する交差点とともに連動制御する方式。面制御は大都市などの道路網において近隣交差点を一括して制御する方式である。また、信号表示には定期周期と交通化合制御の2種類がある。道路整備5カ年計画とは1954年から 政府の閣議決定により策定が開始された道路整備のための目標や事業量を定めた中長期計画及び基本方針プログラムである。国民生活の向上と国民経済の健全な発展を図るために道路整備の計画的、重点的実施が的確に実行されることを目的としており、道路整備緊急措置法第2条第1項の規定に基づいて定められる。 道路整備は非常に長期に及ぶとともに多大な事業費を必要とするため将来の交通需要を的確に予測し事業効果を踏まえた優先順位のもとに事業プログラムを策定するものである。また中長期的な視点での有効需要を喚起し整備された道路や橋、トンネルなどの交通インフラが十分に機能することで生み出される多くの経済効果をもたらすものとして 政府の経済計画の一翼を担う重要な役割を果たすものとして位置づけられている。道路整備5カ年計画が策定される以前の1950年代前半の日本は幹線道路の整備は十分ではなく2車線以上で線形、勾配が満足に改良された道路改良率は一般国道で30%程度、舗装率は20%未満という状況で、 日本の経済、産業の発展を阻害する要因の一つにもなっていたが、これまで道路整備5カ年計画に基づいて、確実に道路整備が実施されたことにより、道路整備水準が著しく向上し、日本の経済発展に大きな貢献をもたらしてきている。その一方で、時代の経過とともに、道路整備の重心も変化しており、1960年代、 ゴロは道路改良率や舗装率の改善が重点的課題に挙げられ、平成期に入るまでにその約90%以上が解消されてきたが、その後は高速道路の全国的な整備、幹線道路の交通障害の解消、交通事故や公害への対応など、多岐にわたる課題への取り組みが行われている。道路法で規定している道路である高速自動車国道、 一般国道、都道府県道、市町村道を合わせた総延長は 1273,620km 万あり、その長さは地球約32周分に相当する。全体から見た比率では、高速自動車国道が約0.7%であるのに対し、生活道路といわれる市町村道で約83%を占めている。近年、 毎年約4 0 0 0トルの道路が新たに作られていると言われており、日本国内の道路延長を伸ばし続けている。行動を対象とした都道府県別の道路延長は、国土交通省発行の道路統計年報2014年によると、北海道が9万7 3 1 6トルと、最も長く、第2位の茨城県、第3位の愛知県と続く。また、 最も短いのは沖縄県である。道路密度は農村部よりも都市部の方が高く、人口密度の高い都市ほど道路密度も高い傾向にある。道路密度が最も高いのは埼玉県で2位が東京都、3位が神奈川県と続く。道路密度が最も低いのは北海道で1位埼玉県の10分の1位以下である。 日本の行動全体を対象とした道路面積は道路統計年報2014年によると7557平方キロメートルあり、熊本県や宮城県の面積を上回る。都道府県別では最も広いのは北海道で730.3平方キロメートルあり、第2位が愛知県、第3位が茨城県と続く。一方、 都道府県別の道路面積比率では、最も高いのが大阪府で8.04%あり、2位が東京都、3位が神奈川県と続き、上位5位まで3大都市圏が占める。最も低いのは北海道の0.87%であるが、これは北海道地域は明治以降に開発された広大な土地で未開の地も多いためである。道路の路線や地域によって道路幅には、 一い差があり、外して古くから開かれた都市の道路は狭く、新興住宅地など新しく開けた土地の道路は比較的広いスペースが設けられている。都道府県別の道路幅の平均となると大きな差異は見られなくなるが、全国平均で5.90メートルとなり、自動車がすれ違うことができない道路が全国的に多いことを物語っている。 道路統計年報2014年によると、道路幅平均が最も広い都道府県は、大阪府で7.57メートルあり、2位が北海道、3位が沖縄と続く。なお、日本の道路における車線の幅は、普通に見られる一般的な2車線道路で、おおむね1車線あたり3.0メートルの幅があり、幹線道路で3.25メートル。 高速道路などでは3.53.75メートルとなっている。車道に併設される歩道の設置状況は、交通弱者である歩行者を守る道路の安全整備状況がどれだけ進んでいるかを示す指標にもなっている。道路統計年報2014年によると、歩道設置率が最も高いのは沖縄県で27.0%、2位が北海道、3位が 東京都と続く。沖縄と北海道の歩道設置率が高い理由は、沖縄は戦後アメリカに占領されていた時期があったことや、北海道では明治時代以降に開拓された歴史を持つことから、他府県とは社会的、文化的に事情が異なっているからだという見方がされている。交通事故の抑止効果があるとされる中央分離帯は道路幅が広くないと設置困難なため、 都市部ほど設置率が高い傾向にある。道路統計年報2014年によると、中央分離帯設置率が最も高いのは大阪府で4.1%、2位が東京都、3位は山口県と続く。一方、設置率が低いのは長崎県、鹿児島県、高知県の3県で0.5%となっている。道路では道路利用者や沿道住民に、 より良い道路サービスを提供するために道路の機能の維持、修繕が行われている。その第一歩として道路の異常や不法専用に対する措置を講ずるために道路巡回によって道路情報の収集が行われている。道路巡回方法には状況に応じて4つの種類があり、原則2日に1回程度目視点検を行う、通常を点検、原則として月1回、 夜間の道路使用状況や夜間特有の証明施設などの安全施設などの機能を確認する夜間巡回原則として年1回橋梁やトンネルなどの構造物の破壊状況について点検を行う定期点検台風や地震災害が発生した時に交通障害や道路の利用状況を把握するために必要に応じて実施する異常時巡回がある これら巡回業務以外でも国土交通省の管理基準に則っ,って路面清掃、除草、樹木の剪定、降雪時の除雪が行われる。舗装は共用が始まると徐々に劣化していくため維持修繕が行われているが日本では高度経済成長期に建設された道路舗装が老朽化し維持修繕にかかる費用をなるべく抑えた効率の良い。 修繕計画が求められるため PSI や MCI を用いて舗装性能を総合的に評価している。舗装が薄いと建設初期の費用は小さく済むが頻繁に補修を行わなくてはならず、これに対して厚い舗装では維持修繕費用は少なく済むが建設初期費用が高くなってしまうため、その中間になるようなライフサイクルコストになるように舗装の厚さは考えられている。 調節パイプが埋め込まれている新潟県長岡市の道路。道路のセンターラインには地下水が噴き出すヘッドが埋め込まれている。地下水が流れ出る影響で路面は錆色に染まっている。陶器に積雪がある積雪寒冷地は石管法で定義されていて雪や氷の前から道路の交通機能を維持するために様々な工夫がなされている。 路面の凍結防止対策としては、地下水が流れる小雪パイプを道路下に設置して、道路に水を散布することによって、雪を溶かす方法や、道路下に熱を発するパイプや、電熱線を埋め込むロードヒーティング設備を設置する方法が取られている。道路施設としての安全対策は、除雪車による除雪位置や走行位置の目印にするための除雪ポールや、道路幅表示器、 道路脇の斜面に積もった雪が道路上に落ちてくるのを防止するための防護策やスノーシェット、チェーン脱着上信号機の上に雪が積もりにくくなるようにした縦型信号機などが設置されている。舗装についても対策されており寒冷期に舗装下の路床の凍結による体積膨張と夏場に誘拐した際の地下水で地盤が弱くなることが繰り返されるによって引き起こされる。 舗装表面のひび割れや、わだち掘れ現象の対策として、路上と舗装の仮想ローバンとの間に、搭乗抑制層と呼ばれる、凍らない層を設置する。環境影響評価制度は、事業者があらかじめ環境への影響について調査、または評価を行い、その結果に基づいて、環境保全措置を検討することによって、事業計画を環境保全の上でより望ましいものと、する仕組みである。 環境保全評価は1972年に一部の事業で導入され、1997年からは環境影響評価法に基づき実施されるようになった。環境影響評価の対象となる道路事業のうち大きな影響を及ぼす恐れがあるため必ず実施する道路は全ての高速自動車、国道4車線以上の都市高速道路、 4車線以上かつ1 0トル以上の一般国道である。また、環境影響評価の手続きを行うかどうかを個別に判断する道路事業は、4車線以上かつ7.5から1 0トルの一般国道が対象となる。事業者は、環境影響評価の手順を守るため、まずはじめに、環境保全のために配慮すべき事項を記載した配慮書を、 評価項目や調査、予測、評価の手法などを検討した方法書を作成する。方法書に基づいて、環境影響の調査、予測、評価及び環境保全措置の検討をまとめて、準備書に記し、住民や知事の意見と事業者の見解を示して必要な修正を行って、評価書として作成される。最終的に、事業が実施された後に評価書に対する、 報告書が取りまとめられる。遮音壁の一例道路を走行する自動車が発する騒音は地域の環境保全と快適な暮らしを守ることを目的に環境基本法と騒音規制法によって規制されている。騒音には距離減衰反射、屈折、解説といった性質があり、これら考え方をもとに道路には様々な対策が施される。主な対策に 車音壁と環境施設体の設置があり、車音壁は騒音を遮蔽して減音するとともに、吸音材により反射音を吸収する工夫がなされている。また環境施設体は、交通量が多い自動車専用道路などの両側に20メートルほどの一定幅を持つ干渉体を設けることで騒音の距離減衰効果が期待される空間であり、そこに街路樹を植栽したり、 一部は自転車歩行車道や、車道が設けられる。地球規模の環境問題の一つとして、温室効果ガスの一つである二酸化炭素による地球温暖化がある。日本国温室効果、ガスインベントリ報告書によれば、2015年度における、日本国内の温室効果ガス総排出量は13億2500万トン、あり、このうち自動車からの CO2 排出量は、 総排出量全体の約15%を占めている。削減には自動車の燃費改善や利用目的に応じた公共交通機関の有効利用法もあるが、道路における対策としては、渋滞をなくしたスムーズに走れる道路交通環境の改善と道路の緑化、道路施設の太陽光発電などの新エネルギー活用が挙げられる。小型車は、 走行速度60時速 70km の時に CO2 排出量は最小になるという計算結果もあり、環状道路やバイパス道路の整備、道路交通情報の提供や弾力的な料金制度による道路交通の円滑化が CO2 排出量の削減に寄与している。明治政府は交通インフラに鉄道の整備を優先させたため、他国に比べ道路整備が 相対的に遅れたとも言われる。1955年の道路舗装率は、国道だけとってもわずか13.6%に過ぎなかったと言われる。車道と歩道が分離されている場合などを除く。ただし、農道、林道、自転車道、自然歩道などは含まない。面積1平方キロメートルあたりの道路の延長。都道府県面積に対する道路面積が占める比率。 個別最適ではなく、全体最適の観点で捉えて、計画と実績を管理していくこと。維持管理指数。道路管理者の立場から見た、舗装の維持修繕の要費を判断する、評価値であり、地域や路線ごとに共用年数、車線あたりの交通量、大型車混入率を、説明変数にして、劣化曲線の線形回帰式から算出される将来、予測値で評価する。 数値レベルは0から10までの範囲で、数値が5を下回ると修繕の必要性があるとされる。ありがとうございます。